サイバーライフがデトロイト市警にプロトタイプのアンドロイド刑事を提供したとの情報が入りました。警察をサポートするアンドロイドは数年前から導入されていますが、犯罪捜査を担当する許可がアンドロイドに与えられたのは今回が初めてのケースになるかもしれません。この件に関してサイバーライフに取材を申し込んでいます。あ、失礼、すみません。ジェリコはどこにあるんだ？
ジェリコへようこそ。お待ちどう。ああ、どうも。ハンク。よ。元気か。相変わらずだよ。いつもの。ああ。嘘だろ。すみません警部補、探すのに手間取って。お前死ぬためにそうやって戻ってくるのか。残念ながら前任者は破壊されました。ですがメモリーは全て私に転送されています。捜査には影響しませんのでご心配なく。捜査に影響がないだと？俺の目の前でトラックに轢かれて平然と戻ってきたってのにか。機械は壊れれば入れ替えられるのが普通ですよ。何か不満がおありですか？ああ、あるね。さあ、失せろ。今、新しい事件の報告が入りました。このすぐ先です。見に行きませんか？それではごゆっくり。私は車で待っています。おいコラ、バッテリーでも切れたか？すみません、サイバーライフに報告していました。お前ずっとエレベーターにいるつもりか？いえ、行きます。で、男の情報は？あまり。近所の住人から妙な物音が部屋から聞こえていたと報告が。ああ、空き家のはずなんですが。ただ LED を帽子で隠した男の目撃情報があります。ああ、ったく人手が足りないってのにいちいち物音がしたってだけで捜査してられるか。すみません。開けろ、デトロイト市警だ。下がってろ。はい。何なんだこりゃ。ああ、たくひでえ匂いだ、畜生。とんだ無駄足みたいだな、もぬけの殻だ。
造の運転免許ですね。そうか、収穫はあったな。RT、イニシャルでしょう。ジャケットに自分のイニシャル。幼稚園児じゃあるまいし、そんなことするか。シンクに LED が。やっぱりな、そりゃそうだろう。ハトと暮らせるなんて人間じゃない。こりゃどういう意味だ。 RA9 2471箇所も壁に書かれています。オーディスのアンドロイドが浴室に書いたものと同じだ。なぜこんなに取り憑かれたように。こりゃまるで迷路みたいだな。紙の本ね。俺以外にもこんなの持ってるやつがいたとはな。ああ、電子書籍ってやつは紙の匂いも嗅げねえ。それにページも色褪せないだろ。なんかあったか。ええ、多分ノートのようですが、ただ判読できない。
おい、嘘だろ。